大熊幸子は日本の科学ジャーナリスト。朝日新聞社論説委員を経て国際医療福祉大学大学院教授。夫は元朝日新聞記者の大熊和夫。東京都立日比谷高等学校卒業。東京大部教養学部教養学科で科学し、科学哲学を専攻。卒業後朝日新聞社に入社。社会部記者、科学部記者。 科学部次長等を経て、1984年、同社で女性初の論説委員になり、医療、福祉、科学分野の社説を17年間担当。特に原子力発電問題に詳しく、同社の社論が半原発から原子力発電容認に転換する上で、大きな役割を果たした。2001年から3年間大阪大学大学院、人間科学研究科教授。 2004年より、国際医療福祉大学大学院教授。他に、仏教大学社会福祉学部客員教授、日本福祉大学客員教授、国立大学法人筑波技術大学理事、介護対策検討会委員、医療審議会委員、国民生活審議会委員、全国ボランティア活動振興センター運営委員、公衆衛生審議会委員、中央社会福祉審議会、 障害者の欠格条項をなくす、会共同代表、千葉県21世紀健康福祉、戦略検討委員会座長、千葉県健康福祉政策担当参与、滋賀県高齢化対策委員会会長、日本社会福祉士会理事、共用品推進機構理事などを歴任した。2000年、第4回女性科学者の開口老賞を受賞した。国際医療福祉大学。 大熊幸子教授武道社大熊幸子、核燃料、探査から廃棄物処理まで後書き、ありがとうございます。